僕たちの世界はまだ美しいのだろうか。僕たちの目はそれを捉えられているのだろうか。僕たちはそれを表現できるのだろうか。僕たちはそれを分かち合えるのだろうか。僕たちは考え続けたい。そのために必要なものを探した。たどり着いたのが見るという言葉。世界を、そして自分自身を見るということ。最もシンプルで最も大事かもしれないこと、それが見る。そう、見ることから始めよう。レックヨアオリジナル像。見るプロジェクト。